て知ってきて竹豊。人口約4万3000人、面積約 25.92 平方キロメートル。旧竹豊と吹村が合併したのが竹豊町。明治19年、県下で最初の鉄道として国鉄竹豊線が開通しました。コミュニティバスの車内モニターでは、竹豊乙姫が町内を紹介します。ふれあい山車祭りでは、5年に一度、山車が11台一堂に集結します。竹豊町には、別荘池、長成池、かがり池、熊野池、あさり池の5つのため池を生かした親水公園があります。豊かに囲まれた自然公園の展望台では、三河湾と伊勢湾が一望できます。一町田湿地では、国内でもわずかなところでしか見られない貴重な植物を期間限定で一般公開しています。滑車の向きを変える直角2000式装置、全国でここにしか存在しない国の登録有形文化財です。浦島太郎伝説。浦島太郎伝説はここ愛知県竹豊町にもあります。乙姫が太郎を出迎えた場所や、亀と共に竜宮城に向かった場所など、全6箇所。竹豊のたまりは、豆味噌を絞り液体部分だけを抽出したたまり醤油。旨味と独特な香りが特徴的。竹豊の味噌は豆味噌、赤味噌と言われ、大豆や塩を原料に3年ほど長期熟成したのが竹豊の味噌。かつて染め物屋を営んでいた古民家を再利用したギャラリー夢の蔵。焼きたてパンを味わうことができ、町内6つの醸造蔵の味噌たまりの販売も行っています。竹豊の味噌たまりが生かされたグルメが竹豊飯、のぼりやステッカーがあるお店が目印です。町の駅、特産物等の販売や地元の食材を使った食事も楽しめます。竹豊町民会館夢太郎プラザでは、行政と NPO 法人が共同で数多くのイベント、コンサートなどの運営を行っています。地域交流センターで観光情報や歴史産業を知ることができます。ぜひ皆さんも足を運んでみてくださいね。見て知ってきて竹豊。